結構ドライバーのミスで、まあ、よくありがちなのが、振り遅れて右の方に飛んでしまう、うん、はい、ことがありますよね。で、まあ、そのようになった原因のやっぱ一番の要因としては、クラブがやっぱり長いってことですよね。長いので、やっぱ詰まりやすい。正しいプレーンよりもこう下がりやすいとか、はい、それでボールがこう右の方に打ち出して、そこから切れてしまったり。で、最近なんかは結構大型ヘッドで、ヘッドがこう返そもそも返りにくいっていうのがあるので、左の方にあんまり飛びにくくて、むしろ右の方に、ね、こう抜けてしまうミスっていうのは結構なんか最近、まあ、多いのかなと思います。はい。振り遅れをこうなくすような努力をして、まあ、僕がちょっと実践してるものなんですけど、結構横振りに素振りをしておきます、最初。で、これどのぐらい横振りに振ったらいいかというと、自分の、まあ、肩の高さぐらい、この位置ぐらいあると思って振ります。ちょっと振ってみますか。これに当てるようにちょっと振ってみてください。はい。もうちょっと振ってみましょうか。で、結構これ下の方行っちゃうんですよ。で、ティーアップしてる時も、ティーアップしてる時と、まあ、ちょっと同じような状態なんですよ。実は。前が上がってる状態なんです。で、結構下の方ってやっぱり叩いてしまうので、下の方にこう叩いてるか、振り遅れてる状態です。なんで、それをちょっと防止するために、かなり横にこう振ります。で、ポイントは、前腕を前の方にこう回転させるイメージ。こういう形で。はい。こういう形で。このままこう振っちゃうと横にこう流れていっちゃうんで、クラブがこう下に本に落ちる。そうです、そうです、そうです。いい感じです。それで結構振ってあげ、最初にその素振りを入れてあげると、こう振り遅れのミスが、まあ、少なくなります。じゃあちょっとそれをまずこれをやってみてから、はい、実際に打ってもらいます。じゃあ僕ちょっと打ちます。まあ、こういう素振りを入れてから打ってあげると結構良い結果が出たりします。じゃあちょっとこれ右に抜けてしまうっていう方はちょっと気をつけてやってみましょう。